それでお二人はデートですのよね。いいえ、今日はずっと頭を使っていたので少し散歩でもと思いまして。小清水先輩、水族館はいかがでしたか？とっても良かったですよ。ぜひまた行きたいです。ですが、お二人とも、この町には山があることも忘れていただいては困りますわ。山ですか？ええ。初心者向けのハイキングコースは散歩でも十分楽しめますし。これから空気が澄んでくると、天体観測にもうってつけですから。といっても寮には門限がありますから。あ、でも写真を撮りながら散歩するにはいいかもしれませんね。では、お二人にこの街の楽しみ方を知っていただいたところで、私はそろそろ行きますわね。はじめさんがどうしてもと言うなら。そういうことなら仕方ないので組んであげます。楽しかったです。そうですね、水族館もいいですが、小坂さんの言っていた山の方にも行ってみたいです。覚えてますか？私にとっての初めてだらけの日、水族館ではじめさん、できることは可能な限り何でもしてくれると。そうですか。
しめさん。こうしてはじめさんと抱き合えるなんて、なんだか夢のようです。私はずっとこうなることを祈っていたんですよ。だからはじめさんが私の願いを聞いてくれてとても嬉しいです。私はただ自分のね、はじめさんは私の願いを叶えてくれた。むしろお礼を言うのは私の方です。私、はじめさんに愛されてますね。ありがとうございます。とっても嬉しいです。はじめさん大好きです。私もお留守番です。ただちょっとはじめさんにお話があって連絡したんですが、お返事がなくて。